私自身はね、今年自分自身のやりたいこと目標は、ここで皆さんに言っときますけれども、マスタードライバーでもなく、トヨタの社長でもなく、自公会会長でもなく、森蔵でもなく、一人の運転好きの、また車好きの人間として、車を楽しむ時間を作りたいというふうに思っています。こういうことを言ってるってことは、去年はできなかったってことです、ね、車を運転しててもすぐマスタードライバーとしてのコメントを要求されたりとかね、自公会会長としてのね、何かね、すぐバッシングを受けるとか、ね、そういうことで純粋に車大好き、運転大好きの自分になれなかった。今年は嫌だと思ってるんです、ね、今年はそういう時間をたくさん、持ちたいと思ってますので、私が車乗ってるところ、ぜひとも皆さん邪魔しないように、それと自分のお仕事の都合でちょっかい出してこないように、ね、あ、今は一人の車好きの人間になって楽しんでる時なんだな、とちょっと一呼吸を置こうというふうに、ぜひともチームワークよろしくお願いをしたいなと思います。で、最後なんですが、ぜひともね、今日ここにはこれだけの人数の方が集まっていただきました。それも私の話が聞きたいと思って手を挙げていただいた方々です。これ以外にもオンラインでなんと1万5000人の方が今回の、このスピーチは聞いていただいているようです。ですから、オンラインで参加いただいている方、そして皆さん、最後にですね、共同作業をやりたいと思います。やりましょうよの掛け声のともに、やりましょうよ、私たちは動く、それを全員で唱和したいと思います。全員起立。いいですか、一回でやりましょう、はい、どうやってやるかな、僕が言った後にやる、その方がいいかな、ね、じゃあ行きましょう。やりましょうよ、やりましょう、私たちは動く、私たちは動く、ありがとうございました。